はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はキリンの、またしてもレモン味から、ザストロングね、キリンザストロングの、コーラ味、ハードコーラ味、糖類ゼロ、プリン体ゼロ。これもどうせ甘味料入ってんだろ？うわー、入ってるー。原材料がウォッカとシトラスエキスと酸味料と香料とカラメル色素と甘味料、カッコ、アセスルファム系と、スクラロース。アルコール度数 9%。グッとくるコーラの刺激と飲み応え。こいついつも同じこと言ってるな。マジで。もう、これ買わなきゃよかった。くそー !150 円かける。これ1本100、コンビニで150円ぐらいだから。150、300、450。450円ぐらいドブに捨てたレベルだな、これ。頼むぞ。これはうまくやってくれよ。でも、コーラは割と何でも、酒は割と、意外と、ああ、でもあれか。でも、コーラのドライとかじゃね、ゼロとか嫌いなんですけど。まあでも、まだ飲めなくはないよね。コカ・コーラゼロとかね。カンピー。うわっ！ああ、くぅ。ああ、でも一番まだマシ。うわ、くぅ。まずい。ああ、甘い。うぅ、しかもなんか変な味する。なんだこれ。なんだこれ。ライムか。これライムか。さっきなんとかエキスだな。シトラスエキス。これ、シトラスエキスの味がなんか、コカ・コーラの、ゼロに、なんか、ライムっぽい果汁が加わって、余計になんか、エグさを、エグさが恐ろしいほどに、ある上に恐ろしく甘い。これは、キリンザストロング最強の甘さ。うん、うわ、甘え。あんま、これ。うわ、しかも甘い上に、うわ、えぐい。うわ。うわ、でも、まずい。捨てるほどではないな。まだギリギリ。まだギリギリ捨てなくてもいいレベル。ああ。コク。甘みが最強。香り。香り。これまずい。これは買う価値ないでしょうな。35、42です。ご視聴ありがとうございました。